小池正大は、東京都葛飾区出身の元プロ野球選手、宇藤右内。葛飾区立高佐護小学校1年から、投手兼保守として、野球を始める。修得学園中時代は、南式野球部に所属し3年時に、第25回全国中学校南式野球大会で、準優勝を果たす。上層学院校では、1年時の秋から、正保守となり2年時の春。 三年時の夏と二度の甲子園出場を果たす高校通算7本塁打。当時からドラフト候補に挙げられていた青学大に進学すると一年時の春季リーグからレギュラーとして出場。開幕の駒大戦でリーグ史上初となる満塁本塁打を放ちデビューを飾るとリーグ10位となる打率289をマークベストナインを受賞した。しかし、 二年時の秋は肩を痛め指名打者としての出場、打率も17、171と定調に終わった。故障が癒えた三年時の春は再び5番補手として、復活、自身の高リードもあり3期連続で会に沈んでいた、チームの2位浮上に貢献、第37回日米大学野球選手権、大会日本代表に選出され、正保手に抜擢された。三年秋に、 チームは2部に降格したが、4年春に1シーズンで1部に復帰。第5回世界大学野球選手権日本代表に選出された。東都大学1部リーグ通算82試合に出場27、272打数70安打、打率、257、5本塁打、26打点、2部11試合、38打数14安打、打率36、368、 4本類打、8打点。2010年10月28日、プロ野球ドラフト会議にて、千葉ロッテマリーンズから4位指名を受けた。ロッテ浦和球場のブルペンにて1年目の2011年シーズンは、春季キャンプ1軍スタートとなる。2年目の2012年シーズンは、8月15日の、福岡ヤフージャパンドームでの福岡ソフトバンクホークス戦にて1軍初出場。 4年目の2014年シーズンは2軍で54試合に出場し、打率379の成績を残すも10月25日に球団から戦力外通告を受ける12月2日自由契約公示される2015年シーズンからはチームスタッフとなる2017年からはブルペン保守も兼務する富士テレビの見たいユリ系アナウンサーとは 青山学院大学公式野球部の選手とマネージャーという間柄で同期にあたる。足のサイズは30センチメートルである。既婚者で2017年3月に長女が誕生。2018年12月に次女が誕生。ありがとうございます。